片付かないところもありますし、苦労されている方がとってもいらっしゃると思います。私たちもそういう方のために少しでもお手伝いできればと思い、本部テントの中に日日本災害の支援金の、貯金箱を作っております。もしよろしかったらご協力いただければと思います。そして私どもよさこいサンバにもぜひ寄付金がありましたらいただければ幸いでございます。はい、それともう一つ販売のグッズなんですが、T シャツ、今こちらの来ている女性が着ている黒い T シャツですね。これが裏面です。はい、じゃあ表を胸に収納ワンポイントで入ってます。こちらが MSSMLXL、XS もあります。そのようなサイズでございますので、あちらホームテントで販売しております。もう1本、タオル、今年のタオルですね。これは司会のやってる玉津さんがの方の方がデザインなんですけど、パンダらしいですこれ1本500円で販売してます。場合によっては以前のタオルなんかも置いてありますので、もしよかったらそちらの方もご購入をお願いいたします。それでは総会駅前よさこいサンバエスパル2018、2日目、始めたいと思います。皆さん、くれぐれも先ほど言いましたように熱中症、健康には気をつけていただいて、なおかつ最後まで楽しんでいただければと思います。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。ご来賓の方々、暑い中ご登壇いただきましてありがとうございました。ロータリーの気温